査するための準備をしないといけないです。もう本部も真面目そうな感じで行ったんで、多分受かってると思うんですけど、どうでしょうか。どうも皆さん、バッパー翔太でございます。今日なんですけど、皆さんに嬉しい報告が待っております。サニーさん、なんとついに書類審査受かりましたよ。ルーさん、はい、すごいですね。めっちゃ嬉しい。はい、結局待ったのが12日間待って、昨日連絡来まして、夜ね、陸軍局から、サニーさん持っていく準備ができましたということで、書類はなんとかセーフです。はい、ということで、明日なんですけど、このサニーさんを陸軍局に持っていくということで、ちょっと初めにね、その行く前にプリペアしないといけないんです。例えば、補助輪なんていうこれ、ウィールの、あ、スペアタイヤ、あ、スペアタイヤ、スペアタイヤを取り外したり、スペアタイヤ乗ったらあかんらしいんで、スペアタイヤ、なんでですか？それちょっと分からない。スペアタイヤ取ってきてくださいっていうことだったんで、スペアタイヤ取ったり、あと水満タンにしたり、ガソリン、ディーゼル満タンにしていかなあかんので、それをしてちょっと行きたいなと思います。 OK? さて、今からなんですけど、シビリアンのスペアタイヤを外していきます。まあ、スペアタイヤはこんな感じで、ここからアクセスできますね。もともとこのレンチは、警察バスについてましたということで、警察バスにもともとついてたボックスがこんな感じです。はい、この旗とかね、まだ残ってます。もともとついてたやつで、こんなんとか、あとワックスなんか何使ってたのね、ちょっとわからないんですけど、ワックスとか懐中電灯、めちゃめちゃ古いホンダさんの、懐中電灯とか、スペアタイヤちゃん、37.1キロ、やっぱ重たいね。やっぱりこれだけの重量あるバスを支えるタイヤなんで、37キロあります。ねえ、言い方がもう着やわ、アルスさん。OK、そうです。OK、私は中チェック。OK、水取りだけ。そう、今、タンクゼロですか？ゼロです。Okay. タンクずっとやっぱり気づいたんですけど、前200リッター入れて重量測定の時に、それからずっと同じ水飲んどって、やっぱプラスチックみたいな味がする、美味しくない？多分この水3週間だから、ダメになりました。多分2、3日1回ぐらいチェーンしないといけない。Like, kind of recycle, not recycle, but like, flush it out. もう絶対に強いわ。多分タンク、タルシーもタルシーから、そう、多分何回何回使います、多分後でもいいと思います。皆さん、ついに準備ができました。はい、やばい、全部懐かしい、グッとあのとメモリー、Yeah, yeah, every place I look, I remember the process of how we got to this. Yeah. まあ正直、この表に今見える部分は結構簡単でした。早かった。うん。一番の問題はこの中に見えないもの。この中の JP ヒーターとかポンプとか。はい？そうですね。床の下とか。はい、電気。電気とか。プラミング。はい。あと、この車下とか、はい、はい。上の天井とか。見えない部分が一番時間かかりました。まあ、ということで、たくさんの人のおかげでここまで来れました。ということで、最後の、一声。ということで、お願いします。オッケー、下行こうか。サニーがいます。はい、行ってくれ。サニーいます。後ろサニーついてきてます。はい、大丈夫か、サニー。赤ナンバー大丈夫ですか？めっちゃ面白い。どうも、やばい、サニーちょっと遠い今。うん、OK、 今から安全に陸軍局まで、あ、まずガソリンか、ガソリン、ペチロ入れて、それから安全に陸軍局まで行きたいなと思います。はい、でも全部ガソリンスタンド入れませんね。いや、いけるけど、いつも入れてるとこ反対側やから、ちょっと入れにくい。サニーでかいから。あ、オッケー、オッケー。はい。です、いつもポイントカードつけるけど、今日ポイントなしです。ポイントなし。おー、ポイントなしです。さて、着きました。ここが姫路の陸軍局でございます。聖地です。はい。運命の場所です。どうですか、ルースさん。初めての
バス見れる。バス見れる。ここが観光バス。右が試験場です。もう40度近くになるというのに、運のいい方、はい、前このあのシャツ着て行って見事合格したんでこれで行きたいなと思います。でも前ちょっとメガネつけとったん、今回メガネ忘れてたからもしかして落ちるかもしれん、はい、メガネない。 But ショータイツがめっちゃかっこいいシャツ、それからハワイアンショーこれあかんと思うんです。サンダル、ビーチサンダル、何コラボレーション、コラボレーションダメ。こうやってやっぱりジーンズが必要かね。ショータイツスーツ必要、うん、まあ大丈夫でしょう。まあということで今必要書類も揃ったんで今から、受付行きたいなと思います。12時45分第3ラウンド僕ら行くんで、とりあえず受付してそれからどうなるかちょっと指示に従いたいなと思います。よし、行ってきます。ショータ When you come back、please don't do ドッキリ。ドッキリしません。 No, just tell me the real result。 わかりました。 Because I know if we pass you're gonna say first we failed to trick me. No, of course, no, no, no. Yes, you are. You always do that. No, no, no. ショータこんな感じ人。 No, no. OK, よっしゃ行ってきます。さてまずは受付しに事務所まで行きました。今回警察バスの2ナンバーからサニーちゃん、なんと特殊車両キャンピングカー8ナンバーに構造変更ってことでいろいろお支払いがありました。恐怖のお支払いです。はい、ということでまずかかってくるもの、審査手数料2500円、次に自賠責24ヶ月22450円で、次にこの、自動車重量税めちゃめちゃパンチありました。6万3000円ということで合計8万7950円が一瞬にして飛んじゃいました。さて支払いが終わると続いていよいよ試験です。試験の様子はね撮影禁止なのですが、まずはねいろいろいろんなテストをしました。まず、コース、1番と2番が中型だったんで、2番にサニーさんは入りました。それから順番待って、まずこんなテストをしました。まず1つ目にウインカーやブレーキランプ、ワイパー、クラクションなど、保安装置のチェックで、次に、思いっきり吹かして排ガスのチェックで、その次に前輪後輪のブレーキチェックで、その次にスピードメーターのチェック、スピードのチェックね、スピードのチェックして、でその次にヘッドライトのチェックをして、でその次にバスの下回り、車の下の回り、バスの下回りのチェックをしました。でこれらのテストが全て通って初めて何て言うんですかね、合格のスタンプみたいなをもらって、でもまだここでは終わってません。次なんか新規コースに入ってくれって言われて、新規コースにまた再び回りました。でその次に、チェックされたのが、バスの寸法で、バスの写真を撮られたり、それから重量、前輪と後輪の重量を測って、でトータルの重量を測ったり、車内の何年素材のチェックをしたり、キャンピングカーの要件を満たしているのか全部、メジャーで測ったりっていう感じで、これらだけで約4時間ぐらいかかりました。めっちゃ長い。全部チェック終わりました。そうですか、どうですか。まだ結果出てません。ウェイティング、はい、全部チェックされてでどうかみたいな、まだ分からん。でもめっちゃ暑い。とりあえずトイレ行きますということで、トイレ行って待ってるっす。さてどうなるでしょうか。分からん。市長さん出ようた、市長さん出ようて、LINE で待ってる時市長さん出ようて。 He's working there. No, その人なんていうの、同じような仕事、多分車持ってくる仕事も分からんけど、でもその人ほんま助かりました。ほんまありがとうございます。いっぱい教えてくれました。はい。OK、シャッター帰ります。どうですか？めっちゃ暑かった、とりあえず。めっちゃ緊張する。今、ちょっと待って。I'm gonna put everything away before I hear the results. どうですか？どうですか？ Tell me, tell me, tell me. Oh no, I'm really scared to hear the news. Oh no, you look quite sad. いっぱい問題ありました。あ、いえ。合格でーす！ What? What does that mean? バス！Oh my god! イエーイ、ルーサー！
Yes! Pass! I can't believe it! Yes! Really pass! そう、なんとか、サニーさん、皆さん、合格しました、一発で。はい、そう、これから、ナンバーもらいに行ってサニーさん、走れます。 Oh my goodness, really? Yeah! That is, You're crying, Ruth さん! I can't believe it's finally finished! やばいぞ。 Oh, it's just been so long! 感動、僕聞いた時、今はもう聞いてからちょっと経つからあれやけど、ルスさん今聞いた感じこんな感じでした。僕もやばい、サニー受かった。 You can drive it back. Yes. Oh, it's so good. Oh no. Wow. I feel like you're joking. Is that a dokiri? You're pranking me. Did we actually pass? No. Fail. We have to come back again. No. Really passed, ルスさん。Oh my goodness. よかった。I'm so happy. Oh, well done. So, finally, サニーさんは、警察バスからキャンピングカーになりました。皆さん、はい、もうほんま、まあ一番初めに言いたいのは、皆さんほんまありがとうございますっていうのを言いたいです。サポートしてくれた人、いつも動画見てくれてる人、その人らのおかげでほんま、乗り切れました。もう辛いこともあったしね、いっぱい、はい、皆さんが応援してくれたおかげや。ほんまルーさん、どうも。そうですね。なんか今日運転できる、今日運転できる、でも長い長いロングマラソン、走ったコンプリートしましたみたいな。 The number plate is the gold medal. ゴールドメダル、今からゴールドメダルもらいに行かなあかん。はい、 Yes. わあ、受かった。 Oh, I can't believe it. First time pass. So lucky. Wow, that. よかったわ、ほんま。よかったしか言いようがない。I can't believe we can drive that bus finally out of the garage. ルーさん、今の嘘泣き系、ほんまにハートからの泣き系。Yeah. You cry from the heart. Yeah, I'm just so like, まかいな。Just really, it's taken so much longer than I thought, to be honest. So, そうやね。Really just, yeah, want to finish it, and there's been a lot of, difficulties with the bus as well. Some it's not good to say, let's start again. It's okay, it's okay. It's like, it's been the biggest challenge we've ever done. Well, it's the biggest challenge I've ever done. What about you in your life? Yeah, 1 year process. Yeah, and I think originally we expected it to be 3 months. But it's taken around 11 months to complete it. And then there was a lot of work with the preparation for the shack-in, changing the category from bus to camper van. It was all very difficult and challenging, especially for you. You were the one dealing with all the paperwork in Japanese. Yeah, so thank you for doing that. 大丈夫です。ちょっと早せなゴールドメダル取りに行かないから、ちょっと皆さんゴールドメダル取ってからまた話します。OK、ゴールドメダル行ってきます。サニーの文字、おさらばです。はい、そこに Can we request a number? 分からん。 In the UK, you have to pay a lot of money to do the request. あ、ほんまに OK! 姫路2003-2041、終わりです。さて、次は何番になるでしょうかということで、これ返しに行きたいなと思います。はい、そう、なんとルースさん、ゴールデンメダルの方届きました。はい、ゴールデンメダル。でも残念です、ナンバーなんですけど29346です。サニーじゃない、サニーじゃないです。なんか聞いた話によると予約せなあかんらしいです、そのナンバー、はい、でも後からまた帰れるらしいんで、もししたかったらサニーに323に帰れます。はい、いいアイディアと思います。今日はこれで帰って、後々チェンジみたいな。 OK、 ルースさん、ルースさんのスマイルと一緒にこれ、はい、どうぞ。金メダル頑張りましたみたいな、はい。ナイス。We got the gold medal. ゴールメダル、はい。つけてください、ルさん。はい。Okay. This is the gold medal. Yes. 8. The marathon gold medal. That's good. 3人行きました。Final jump. Yes. ということで皆さん、今回なんですけど、はい、ルス、3人できましたということで。長いマラソンようやく終わりです。終わりました。ありがとうございます。はい、ビッグハイファイブ。これはやばい、ほんまに。
人生の中で一番嬉しいかもしれんわ。はい、やばい、はい、やばかった、はい、やばかった、はいはい、ということで皆さん、もうサニー行動を始めますということで、次の動画からもう行動ボンボン走っていきます。はい、まあでもエアコンディションまだあかんわ、エアコンディションだけ、はい、エアコンディション絶対必要、はい。Adios, everyone. You crying again, Elsa? No, it's emotional. Huh? Emotional. It's like when you're hard work. That's dope.